はい、今回からはですね、ソロギターのアレンジ講座ですね。一つの譜面、大体あるのがメロディー譜ですね。五線譜で書いたメロディー譜にコードが載ってるような譜面がありますね。ギターの譜面じゃないやつですね。メロディーだけ書いてあるような譜面を見て、この曲僕とっても好きなんだよなと、それをどうにか自分のギター一本でこう弾いてみたいと思った時なんかにですね、こう自分でアレンジできるとね、いいんですがね、なかなかこの自分の好きな曲の譜面を探すって大変ですよね。で、たとえその譜面があっても、なんかこう、自分の納得いくようなアレンジじゃなかったり、というかまあ、好みのアレンジじゃなかったりね、してしまう時とかもありますし、それをですね、自分のレベルに合わせてね、自分なりにこの好きな曲を、自分のこう、弾いてみたい曲をね、ギター一本にアレンジして、ぜひ弾いてみようじゃないかというね、企画になっております。まあね、そんな難しいこうアレンジっていうと急に難しい感じになったりね、しますし、作曲とかアレンジ、アドリブ、そういうものはですね、正解がないんですね。これが正しいよっていうのが最終この到達点、ゴールにね、その正しいっていう形がないのでなかなか難しいんですけども、とにかく自分のできるレベルでね、好きな曲をまずこうギターに直して、そこからいろいろ考えてみようじゃないかというふうにですね、僕らが、こう一つの曲をアレンジしたりするときにね、どんなことを考えてるかっていうことをね、まず紐解きながら少しずつね、簡単に進めてね、いきたいと思っております。まず今回ね、使いたい曲は、聖者の行進、有名な曲ですね。We gonna say みたいなね、有名な曲を使いながらですね、それを、どういう手順で、ギター一本に直していくのかというのをね、やっていきたいと思います。まずは、このフレー1を見てみてください。五線譜で書いてありますね。五線譜に、コードが書いてある状態。これがベストですね。もし、楽譜のない曲であれば、頑張って耳コピーしてこの状態にすることです。メロディーを音符で書く、そしてコードをつける、そこまで耳コピーをするということがスタートラインになってしまいますけども、まずこのメロディーとコードがある状態、これがスタートラインになります。で、この曲はもともとジャズの曲ですからね、この管楽器が入るときなんかは F のキー、 B フラットのキー、 E フラットのキーなんかがね多いんですね。なのであまりギターに向きません。先入観で言ってるわけではなくですね、この F のキーっていうわけじゃなくて、このフラットの多いキーですね、っていうのは開放弦が使えないんですよね。なので非常にこうギターで弾くと難しくなってしまうんです。で、そういう中でベースも弾いてコードも弾いてメロディーも弾くっていうね、ソロギターのアレンジ、にそのキーを持ってくるとですね、非常にこう無理が生じてきます。ですがね、とりあえず原曲、まずこれ読んで弾かなきゃいけないですね。どんな曲かな、どんなメロディーかなっていうのをまず確認しなければいけないので、この五線譜をまずギターで弾いた形、弾ける形に直したのがフレー2になりますね。まずこのフレー1の段階でこう、ファーラッシュのフラットドっていう風に音符を読まなきゃいけない。ファーラッシュのフラットド、ファーラッシュのフラットド、ラッ、ファラソラソファファラドドシのフラットラシのフラットドラファソファ、これが一番です。それが、ファラシまで来たら繰り返しマークがあって最初に戻ってます。ファラシドファラシドラファラソラソファバラドラシラシまで来たら今度2カッコに進むんですね。カッコの見方も覚えてくださいね。ドドデミファ、はい、というメロディーだってことがね、わかりました。それをですね、ギターで今僕軽く弾きましたけど、それを弾いたのがフレーになりますから、まずギターで弾いてみましょう。1 2 3 4 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 1 2 3 4
四、一二三四、一二三四、ワン、ツー、スリー、フォー、一二三四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 、学校、一二三四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 、ドンですね。はい。こうなるとファラシド一番高いとこがまあファになってるんですね最後の。はい、まず弾いてみて、まず見ることですね。このポイントが一つあります。それはですね、一番高い音を見なさい、低い音を見、一番低い音と一番高い音をチェックしなさいということですね。この曲では一番高い音がファになります。一番低い音はこっちのファですね。ファからファでできてますね。なんか低い方はもう例えばこのベースファの音でしながら弾けますね。よし、問題ないと。で一番高い音もファで弾ける。これで問題ないんですが、とにかくベースをずっと何かしら押さえてなきゃいけないですね。ね。Cでも。こういう風にね、まずチェックするのにベースとメロディを弾いてみるわけです。で B フラットドッチもバレコードドッチ、また F G マイナー C A、最後のところはドドレが2弦の3フレット、2弦の5フレットで C でミーファで、はい、まあ弾けないことはないなっていうのはこれで分かりますね。弾けないことはないんですけども、まずはメロディーがすごい低いところになってしまいます。まあベースが今ね、6弦でこうずっと単音ベースでボンボンボンと弾いただけですので、この辺でもこう弾けますけどもね、例えばこのね、このギャロッピングでいきたいなと思った時にメロディーがここにあったらファーらしいけないですよね。このメロディーとギャロッピングのこの2つのベースがね、かぶってしまいますので、ちょっとこれ低すぎるんじゃないかなっていう判断がだんだんできてくるわけですね。アレンジっていうのはもう一つ一つやっていくしかないんです。少し根気がいりますね。まず弾いてみる、そしてオリジナル譜面通りに弾いてみて、それがこうギターで演奏可能かどうか、弾きやすいかどうかっていうのをね、こういう風に検証していくわけです。で、一個一個やっていきながら、ちょっとこれは低すぎるなとか、弾きにくすぎるなとかね、高すぎるなとかね、あとはね、メロディーが高くなりすぎるね。っていうのをチェックしていくのが一つ目の作業です。これでね、ちょっと低いなと、僕は思いました。で最後もね、1弦を1フレットしかさ、1弦だってこのね、ここまであるわけです。20フレットまであるわけですから、それ1フレット終わらせたらちょっともったいないなっていうことでね、もう少し上げてみよう。キーを上げてみよう。これが2つ目の、作業になります。ステップ2とでも言いましょうか。まずが五線譜、それを弾いてみる。そしたらそれをソロギターに合うキーに、こう自分で転調していくっていう作業がね、次の作業になります。ファラシドってありましたが、これをね、多分1個上げてもそんなにね、1個っていうかこの全音ですね、2フレット分上げても、で最後の音はこうなるわけですよね。最後こうだったんでこうなる。おっとね、さっき、1個上げた G のキーにした場合はこんな感じでした。A になった瞬間にちょっと明るくなったなみたいな感じを僕は今ふと感じたんですね。こういう風にね、ピンときたキーでも OK です。ですが、まあ、あの現実的に考えて A であれにしてあげて、あ、ドゥ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 してラね、ここが一番高い音になる。そうすると例えばここで A を押さえても届くみたいな感じでね、じゃあここのキーで作ってみようっていうのにね、一番高い音も OK、 そして、全体も開放弦も使えるようになるっていうのでね、これはキー A に変えてみようじゃないかというふうに、僕は思いました。ではですね、この最初の F のファーラーシのフラットとこれを A のキーに書き直さなきゃいけないんです。で、これを五線譜で書き直したのがフレー3になります。書き直すために一個一個調べたわけですよ。ファーラーシのフラットとこれを、3度上げるっていうんですけどもね、
全音1個、全音2個、このね、まあ、ドレミの関係です。ドレミみたいな関係です。ここのね、3段、1、2、3、4つ上がるわけですね。1、2、まあ、2つ上がる、4つ上がる、この4つ上がった音に全部変えていきます。で、数えられる人は、ファーソーラ、オーラだね、と。で、しん、次、ごめんなさい、次はラの音ですね。ラシドだね、と。ラシが、ラシド、どのシャープだ、とかね。これがすぐわかる人はいいんですけども、なかなかわかんないですよね。なんで、ファから調べて、一個ずつこうね、ラから調べて、あ、ドじゃなくて、ドのシャープだ、みたいな。ね、ラシドなと思っちゃうと、違う違う、ラシドのシャープだ。みたいな感じでね、ちゃんと一つ元のオリジナルメロディーから同じ距離上げることが大事になるんですけども、これを一個一個数えていく、ここがめんどくさいと思ってしまうことがあるんですが、そこはね、アレンジをするために大事な作業ですね。この数え方に慣れていくためにも、一つ一つ最初は頑張ってください。そしてもうめんどくさいって時はね、こうファラシードっていうのをね、このままこの形ね、この形もギュインって上げて同じ運指をしてあげればいいんですね。そのためにもね、実はフレー2でオリジナルのメロディーをギターで弾いておきました。ファーラーシード、それを3度上げてファーラーシード、そうそうね、ラードのシャープレーミーになりますよね。お、これでいいじゃないかと。これを3つ上げて同じの弾きました。また次もファーラーシードですから同じね、ラードのシャープレーミー、シードファラソいきましょう。これをそのまま上げていくと、ラドレミドのシャープラドのシャープソラシですか、シですね。でその後ドのシャープシになってラ、これはもともとはソラソファファラドドシですね。ラソファファララシド、ここからドシラララド、ドのシャープミミレで最後、ラシドラファソファの運指ですね。中指薬指人差し指になってる。これをここまで持ってってドレミラシラ、さあまたって出てくるんですね。あとは、2カ国の音も調べなきゃいけないですね。ドドレミファーという詞ですね。覚えましたか？このドレミファーですね。そしたらこれ3度スタート上げてあげます。ミにします。ミミファのシャープソのシャープラーなります。はい、こういう風にね、まず今音を調べて、それをちゃんとね、A のキーの聖者の行進のメロディーとして五線譜に書いてください。それがですね、例3になります。で、この例3、五線譜に書きました。っていう状態ができましたら、それをまたメロディーを、まあ、なかなか工程が最初ね、こう多いんですが、ここのね、キー決めがソロギターにとっては一番大事なんですよ。キーを決める、このギター、ソロギターに合うキーを決めること、これがですね、もうかなりアレンジのスタート中で、かなりの割合を占めます。ここいいキーを選ばないともうあと大変です。で、アレンジしたはいいけどなんかかっこよくならないなみたいな、なんか変だなみたいな感じだったりします。そしたらですね、違うキーにもう一回転調して最初からやり直してください。そういう感じでね、最初はいろいろこう試行錯誤、紆余曲折、いろんなことをすると思いますけども、まずやってみることです。はい。で、今のね、ラのシャープ、あ、ごめんなさい、ラのシャープじゃない、ラ、ドのシャープ、レ、ミっていうのが調べられましたが、ここで弾いたら、F で弾いたと同じことになっちゃいますから、この A に直したフレー3の五線譜ありますね。これをですね、今度、違うポジションでね、ちゃんとこう、簡単な場所でできるだけ弾いてみようみたいなね、ことで、ギターに直していきます。これで良くなっちゃいますね。全部こう押さえたりしないで、ラドレミラドレミラドレミドレドシ、良くなっちゃうんですね。ドのシャープシラ、ラドのシャープミミレ、ちょっと
目の音が、ドシャプレミドシャプレシラ、えらい簡単になりましたね。ほぼこの2か2と3、0、これしか使ってないというね。ドシャプレラドレミ、ドのシャープはここ、ラドのシャープシは開放で OK、 ドのシャープシ1、2、3、4、ドのシャープミミレレはね、この3フレット OK、 ドのシャープレミ、ドのシャープラシラ、これが1カッコ。またいきます。2学校いきます。1弦でミーミー、ファのシャープ、ソのシャープ、ラーね、非常に簡単になりましたね。先ほどのね、こう B フラットでってなんてやってたのと比べるとね、ミーレーぐらいですからね、これはちょっといい予感がすると、非常にこう簡単に直せたっていうことは、非常にね、ソロギターで弾く場合にすごく有利になるんだってことをね、判断基準にしてください。そしたらですね、これにですね、まず次のステップ、これでメロディーが決定しました。大体でいいですよ。あの途中で変更したり、アレンジによって変更したりしていくんですが、叩き上げというかね、スタートラインができたという感覚です。キー A で弾く、そして、メロディーを、簡単に弾けるポジションに直した。ここまでできたらですね、次ベース音を弾いてみるんですね。最初 F で少し試しにやってみましたけども、基本的にこうメロディーを作った、メロディーをギターに直したら、次のステップとしてはベースをつける作業、これをやってください。ドンドンで A ですから、 A のキーにした理由もね、ベースをこう開放で使えるんですね。で A のキーでよく出てくる D のコード、4番目のコードですね、5番目のコードの E も開放で使えますね。でこれ一箇所 B マイナーで出てくるので、 B はここ、まあ、ここは仕方ないということで、もうほぼ開放でベースが弾けてしまうので、このね、超簡単ソロギターアレンジ講座ですからね、この超簡単な、まず曲から入っていくわけです。でも最初は F でしたからね、超簡単じゃなかったですよ。これ超簡単に自分で直したわけです。ラのベースを弾きながら、このメロディーを一緒に弾いてください。それがプレイ5です。ベースが6弦になって、ね、開放で OK です。でドーシーのメロディーまで弾きます。そしたらラに A のベースをつけて、ラ A7 ですけど、ベースは A ですからね。次は D なので、ベースが4弦、で、D のベースのまま、ドーシャープレのメロディー、そして Aのベースと、次 B7 のベース、あ B-7 です、 B-7 のベースで B、 C の音がベースになります。でラがメロディーです。次ミの E のね、E7 のコードですから、ミのベースで、最後ラってなります。ほぼ指一本でいけるような感じ。で繰り返して、D の時はレのベース、 D の時は6弦ベースで、
5弦のベース。はい、こんな感じでですね、なんとなくもう曲になってきたんじゃないかと。ね、ソロギターになってきたんじゃないかなと思うような感じになってきますね。とにかくね、ベースってのは非常に大事なんですよね。このベースライン一つで、こうメロディーが生きたり、面白くなくなってしまったり、するわけです。なので、このベース音を選ぶっていうのがね、この後の作業になりますが、まずは、そこのね、そのキーのルート。このね、A だったら A、D だったら D、E だったら E、このルートを、普通にこう楽にね、弾きながら、このメロディーを弾けるかどうか、ここをチェックしていくのが大事な作業です。これがフレー語ですね。このベースとメロディーを合わせて弾いてみること。これが次のステップになる。わかりましたかね？最初オリジナル譜面を、まずギターで弾いてみる。それをギターに合うキーに転調してみる。もちろんオリジナルのままで、いけるなと思ったら転調作業は丸々なくなります。で、これは弾きにくいなと思ったら必ずギター用に転調して、それに今、コードとね、コードと、メロディーを丸々転調しましたから、その転調したコードを、その転調したメロディーにつけて弾いてみるっていうのがね、今、ステップ3ぐらいまで来ましたね。はい。これで大体ね、もう、叩き上げじゃないですけど、このスタートラインができましたので、今度次のステップ行きましょう。今度次のステップはですね、コードを今度混ぜます。音楽の要素でね、メロディー、リズムなんてね、ハーモニーなんて言いますけども、今メロディーとベースがついたんですね。まあベースはリズムを刻んでました。ですが、このハーモニーの部分ですね、コードの部分をここに乗せていきます。それがフレー6になりますね。まあもちろん最初簡単ですからね、頭にジャーンってコードを弾くだけにしますからね。それをこう弾くために、まず最初からコードを押さえながらもいけるかなと。ってなってくるんですね。今まではラドレミ。が詰まってるとこはね、ベースだけでもなんかね、OK なんですけども、長い音になるとね、多少やっぱコードの響きが欲しいなと、なりますので、ここにコードを頭にね、頭拍、一拍目に、乗せてですね。1、2、3、4、1、2、3、4、A ね、もろ、A でございます。これも A、まだ A。押さえたまま弾きますね。E7CC の音と Mi だったので、まあ、これでいいんじゃないかと。メロディーとベースを含んだコードっていう風に考えてくださいね。メロディーとベース両方が弾ける E7 はこれです。今回非常に簡単です。1どのシャープはもうコードを押さえたまま弾けます。してまた A、 ラがメロディーですからね、ジャーンってやっちゃわないで、ラのメロディーとベース、そこにコードを合わせた音を弾きますね。というか、まあコードを押さえて、ラのベースからベースま、ごめんなさい、ラのメロディーからベースまで3本、これを弾いてあげるといいと思います。そしたら次はどのシャープじゃない、ごめんなさい、A7 になりますので、この人差し指を抜いて、ソを入れてあげますね。ストップを美しくなります。これなんかさっきよりね、横ね、よりもコードがある方が、ドラマチックになりますよね。そして次 D ミラーです。もうね、ベースが余計になってしまいますからね、コードを弾ける部分、メロディー弾ける部分が 1,2,3 弦しかなくなってしまいますが、ミレーだったところに D をつけてみると、こんな感じですね。なのでミ、ここで押さえて D を押さえて、でこれ弾けないところはね、もともとこういう押さえた形で弾けないところは単音にしちゃっていいですね、単音で弾いてしまってコードを外しちゃって OK。 そして次のコードで A で、まあ、次は A になりますけども、そこでコードを押さえてあげる。はい。で Bm7、 これね、こんな Bm7 があるんです、まあ、こっちの方がね、馴染みがいいって人はまあこれでやってもいいんですが、急にここでね、これはもういきなりこうね、バレーコードが抑えられない人には難しくなってしまうんですね。なので B7 ってことがありますね。ここがサードなんで、これを1個下げるとマイナーになります。なのでこれで実はね、B マイナーになるんですね。この B マイナーも覚えてほしいですね。またはこれです。あ、ごめんなさい、ここあっちゃダメです。あ、大丈夫か。これがあっても B マイナー7ですね。
ですが、普通はこう押さえますね、こういう形で押さえるのが Bm7 になります。この Bm7 を弾いて、次はラでしたね、メロディーをラ、シ、まあ E7 です。シとベース、これにコードをつけます。 E7、 ラにコードです。で、これはね、この前の E7 の形から一番楽な形で A の一部を押さえましたね。で、ドンで終わったら普通の A に戻してください。ラで、コードを弾くときにね、いちいち僕テロリーンテロリーンってやってますね。このまあクラシックではクイックっていうのかな、クイックっていうテクニックを使うとですね、非常にこうちょっと高級感が出るので、トリだいぶ本格的になってきましたよね。だいぶ本格的がやっとソロギターらしくなってきましたね。今2回目としていきます。弾けてしまいますね。ミーミーはそのまま A でいいでしょ、 A のコードを押さえていいでしょう。ミのベース、ミのメロディーとラのベース、これにコードを乗せて、次ファのシャープは D ですから、そのままですね、 D コード。次 E、 ここなんですよ。 E を押さえて、ここ大変ですよね。だったら D がここなんですから、2フレット上は E ですね。この距離感ですね、ソロギターのアレンジをしていくには、この一つの音、一つのコードからの距離、どれくらいの距離、上がればレがミになるのか、まあ、ここは2フレットですけどもね、3度ってどれくらいの距離か、4度ってどれくらいの距離かっていう風にね、この距離感を養っていくのが大事になりますのでね、これは何曲もこういろいろアレンジしながら実際に鍛えていきましょう。ここでは D を E7 ですが、もう E でいいと、ね、セブンスは取っていいんだよってのがあります。効果的なセブンスは残しますけども、省いても OK です。セブンスは取っていい、これも大事な要素ですからね、覚えてください。下最後 A、 今まではこう押さえてましたけど、ラですからね、こうこっちでいきましょう。この A にラのメロディーをつけたわけですね。もちろんこっちのこっちに行ってもいいです、これでもいいです、こっちでも OK ですね。なんか僕はこっちの方が終わった感じがするかなっていうのでね、終わった感じのする方を選びましたけども、僕にねいろいろ弾いてみるんですね。同じ A1 個取ったってこっちがいいのかこっちがいいのかみたいなね、同じメロディーラはもう決まってますからね、そこで抑えられるコードをいろいろ考えてこういろいろ考察していく、これがね、大事になるんですけども、まあでもこうメロディーとベースね、この E と D の形の E と、低い6弦の E のベースがこうなるだけでなんかとても深みが出ますよね。そしてはい、こんな感じでね、コードをつけた。そうすると急にこうもうソロギターソロアコギっぽい、感じになりますからね。ここまでを何回か弾いてみて、こうどういう方向に自分は行きたいかみたいなことをね考えていくんですね。これがアレンジの面白さでもあり難しさでもあります。こっからが、ここまではね、どんな人がやっても大体一緒です。こっからがその人のセンスとかいろんなこうアイディアとか、テクニックとか出てくるわけですね。なんでまあ今回かなり準備にちょっとこれ時間かかりましたので、今回はここのみんながやってここまでは必ずやるというね、ところまでをやりました。次ですね、この曲にどんなベースラインとベースのパターンに変えて、メロディーにどんなフェイクを入れてみたいなねことで、もう少しね、こうソロギターとして弾いて、こう堂々と人前で弾けるようなね、かっこいいアレンジになるかっていうのをですね、実際にやっていきたいと思います。今回はとりあえず準備段階、どうこういう5000円しかない状態から、
ソロギターの準備ってここまでやるのが最初なんだよっていうね、このねメロディーにベースとコードをつけた状態、ここまでは誰でも同じものができます、と考えていいと思います。これが標準です。ここまではありますので、標準が、基準が、こっからがオリジナリティの世界になりますけども、その基準まで今回はやりましたので、ぜひね、考えながらこの譜面を弾いてください。タブ譜を見てね、弾くだけじゃダメですよ。あ、よし、A だなとか D だなとかね、元々の譜面から3度上がると、あ、同じ音のラにちゃんとラになってるとかね、ラの音はどのシャープになってるとかね、ファの音はラになってる、こういうことをね、自分でちゃんと検証して考えること、これが大事になりますので、その辺をねちゃんとやりながら、楽しんでもらえればと思います。それでは第1回お疲れ様でした。